ジブラルタルの旗は、メディナシドニア港からジブラルタルを割上された、カスティーリャ王国城をイサベル一世が、1502年7月10日に、ジブラルタルに対して送った文章を元にしている。この旗は1982年に制定されたが、他のイギリスの海外領土とは異なり、ブルーエンサインやレッドエンサインを用いていないことが大きく異なる。旗は、上部分のが白地で、 下の3分の1が赤字である。白字の真ん中には2層で3本の塔のある赤い白が描かれる。それぞれの塔には上層に黒い窓、下層に黒い門が開いているが、中央の塔の門からは金色の鍵が鎖で垂れ下がっている。鍵は下の赤字の真ん中に描かれる。紋章及び旗に描かれる城は、ジブラルタルに実在する城のどれとも似ていないが、 ジブラルタルの要塞を表すと見られている。城から垂れ下がる鍵は、ジブラルタル要塞の重要性を象徴している。ジブラルタル海峡に面したザロックの上に旗めくジブラルタルの旗この旗は、ジブラルタルの各所に形容されており、公式な場では、ユニオンジャックや欧州旗と共に形容されている。特にこの旗の目立つ場所は、スペインとジブラルタルの国境、ジブラルタル政府ビル、 半島の突端に位置する大きな岩山、ザ・ロックの頂上などである。この旗はジブラルタルのイギリスやスペインに対するナショナリズムの象徴でもあり、9月10日のナショナルデーには多くの家庭や企業で窓やバルコニーからジブラルタルの旗が掲げられ、旗を体に巻いた人や旗をかざした自動車が街を行く。2004年のイギリス統治300年祭でも、 ジブラルタルの旗の白と赤が街を覆った。海外在住や海外留学のジブラルタル人も部屋などに国旗を飾る。ありがとうございます。